ミュージックチャルメラドーン。この番組はプロアマ問わず、またオリジナルカバーも問わず、素晴らしいアーティストの演奏曲を音芝居を交えながら月1回更新でご紹介していく番組です。ケントの妹あゆかです。前回までは私の親友との結婚に弱腰だった兄でしたが、ようやく覚悟を決めたようで、親友のご実家のご両親にとうとうご挨拶をしに行ったんです。いつになく緊張した姿の兄の背中を見送りながら、頑張れーって小さな声でエールを送ったんですが、聞こえたかな。そのまま帰っちゃうって言ってたけど、結果はどうだったのかな。もうまだ何も言ってこないの？まだだね。途中からでも電話やメッセージぐらいできるじゃない。もしかしたらケント君、気づかれして途中で寝ちゃってるんじゃないかな。寝てる場合じゃないじゃない、もう。まあまあマリアさん、待ちましょう。きっと元気に戻ってこられますから。予定ではもうそろそろ駅に到着する頃じゃないかな。お父さん、ケント君が戻ってきてから乾杯でもいいですか？そうですね、待ちましょう。ねえ、ちゃんと話せたと思う？ケント君、笑顔で帰ってくると思う？大丈夫。きっといつもみたいに行ってきましたって入ってくるよ。そうよね。それにしても遅いわね。ケントさん、今の仕事を続けながら彼女のご両親にご自分のことを理解してもらえるよう毎月会いに行くって言ってましたね。はい、彼女を守り続けるには綺麗事ではなく、しっかりした生活基盤がないとって言ってましたから、それはきっとご両親にとっても説得力があるんじゃないかなって僕は思います。彼女さんもとてもしっかりとされた方でしたし、お二人の考えをきちんと伝えることができたんじゃないですかね。ですよね。そうだといいんだけど。行ってきました。あー、喉乾いた。お疲れ様。お帰りなさい。喉乾いたじゃないわよ。どうして途中で連絡くれないのよ。もう心配だったんだから。え、あ、すみません。まあ、座って。はい、まずはお水を。ありがとうございます。で、どうだったの？僕もう、じれったい。結婚します。結婚？キャー、そうなの？はい、決めました。おめでとう。いやー、急展開だね。本当によかったじゃない。ねえ、早く詳しく聞かせてよ。もちろんっす。その前に、喉渇いてるんすけど。おめでたいお話にふさわしいとっておきのバーボン開けますね。え、いいんすか？ありがとうございます。ねえ、早く聞かせて。マリア、まずはさ、乾杯してからにしようよ。そうね。はい、お待ちどうさま。24年もののバーボン、香り立つソーダ割りで。え、そんな年代もののバーボン開けちゃっていいんですか？本当っすよ。いいんすか、おやじさん？こういう酒は特別な時に開けて飲むもんですから。さあ、ご遠慮なく。ありがとうございます。じゃあ、結婚を決意したケント君に乾杯。ありがとうございます。いただきます。ねえ、もうあれこれ聞いていいわよね。うん、そろそろかな。
決め手は何だったんですか？あ、お父さん抜けがけ。ずるい。じゃあ真面目に話しますね。ご両親にお会いする前に彼女とはいっぱい話し合いました。うん、まずご実家に僕が婿として入ったとして、仕事はあるのか、収入は安定しているのか、やりがいや将来性はどうなのかって、現実論としてアウェイな僕がそういうことを全てクリアして、彼女のことはもちろん、ご両親や将来的に生まれてくる子供を守り続けられるのかということも、それに俺、こうやって皆さんと一緒に過ごす大切なひとときがあることも伝えたんです。右も左もわからない町に出てきて就職して、マリア先輩にしごかれ、いや大事にしてもらって、お兄さんと出会って、親父さんにも本当によくしてもらってるって、この町に俺なりの基盤ができていることを知ってもらいたかったんです。今の俺にとってとても大切なんですよ。彼女のご実家に婿に入るってことは、これを全部リセットするということじゃないですか。彼女を迎えるための努力は今の生活基盤をもとに発展させられるけど、ゼロから再スタートしたとして俺が踏ん張れるかどうかなんて何の保証もないんす。俺基本的に不器用っすから、かなりの冒険になると思うんすよ。彼女は何て言ってるの？ご両親が何と言おうと、実家を出て二人で暮らしをスタートしたいって言ってくれてます。そうですか。しっかり覚悟されてるんですね。はい。ご両親の反応は？お父さんは大切に育ててきた娘さんが家を出るのは辛い、せめて近くにって。そうよね。でも、でもお母さんが、お母さんがなんと、黙って下を向いていた彼女に諭すように話し始めたんです。私たちはあなたのことを大切に守ってきたの。人はね、一人で生きるために生まれてくるんじゃない、誰かと愛し愛されるために生まれてくるものなのよ。成長する過程で多くの人と出会い、喜びや悲しみを経験し、その奇跡が新しい出会いにつながって、新しい命につながっていく。私はあなたを守ってくださる方のそばで生き生きと輝いていてほしい。そして新しい家族となって、新しい命を育んで未来につないでいってほしいって。お母様素敵。素敵なお母様じゃないですか。本当に感動しちゃった。でお父さんは？しばらく腕組みされてましたが、ぽつりと、そうだな、頑張れって。あら。おお。でケント君は何て言ったの？全力で幸せになりますと。あら、なりますじゃなくてしますじゃないの？二人でという意味だよね。もちろんっす。じゃあなりますでもいいんじゃない？乙女心としてはここは幸せにしますって言ってほしいものなのよ。ああ。お兄さん。ん？何？大変っすね。何が大変なのよ。私？なんだか面倒な人みたいじゃない。でも本当に素敵なお母様だよね。
なんだか以前お父さんに聴かせてもらった曲を思い出しました。ああ、インフィニティの佳代子さんの作品ディアでしたね。確か約2年ほど前の。どんな歌なんですか？母親の目線で娘に送る優しいメッセージソングでしたよね。生まれた日の記憶、親子となった縁の不思議、大人になった娘さんに送る感謝の気持ち、そして願い。うわ、それ聞いてみたいっす。今もありますよ、カセットテープですけど。聞かせてください。もしかしたら俺泣いてしまうかもしれないっす。泣いちゃダメよ。じゃないと私ももらい泣きしちゃうから。あら、あなたどうしたの？すでに泣いてる。あら、先を越されちゃったわ。あったあった。じゃあ流しますよ。お願いします。ラジオ音芝居&音楽ミュージックチャルメラドーン、次回もお楽しみに。